今4チームの選手がピッチへと入場してきました。スカイブルーのファーストユニフォーム横浜 FC、 そして右白のセカンドユニフォームで今日は登場しています FC 町田ゼルビアです。今前半のキックオフの笛が鳴りました。町田まず最終ラインから作っていきます。中塩からのボール、対角線のボール、これ奥山が跳ね返します。おセカンド奪った。ここから右サイド広げる一投、クロスが入っていく、小川の向こう、長谷川だ。先制横浜 FC、 キャプテンが結果を出しました。長谷川達也、電光石火、時計記録としては9分でしょうか、横浜 FC 先制に成功しました。局面でも2対1、数的優位を作るわけですよ。このクリアボールを拾ってここでも2対1なんですね、はい。でここからディフェンス、町田からするともう全部後手後手を踏んでしまい、最後決めた長谷川がまあフリーな状態、絞り切るには少しお腹時間がありませんでしたね、はい。でキーパー戻してブローダー線、ワンタッチでつないでいって、ただここは少しプレッシャー感じているぞ。縦つけた岩竹、おいいプレスですね。これは町田しっかりとチョンテセを収めて右足狙った、ポストから返ってきたシュートでした。見てみましょう、はい、ボールを奪って、あこれも横浜は2枚替えの準備をしています。和田と山下が準備をしているという情報です。血を入った、ベニシューサーラルージョ、ベニシューサーラルージョ来た。町田同点に追いつきました。今シーズンの2ゴール目、一発のチャンスをものにしました、ビニシウス・アラウジョ。まあ、少し角度ありましたけどね、はい、しっかり枠、ブロー打線キープ。さあここで奪ったビニシウス・アラウジョ、うっともう一回リターンを受けた。さあここから平戸、そのまま持ち運んでいって中央抜ける、抜ける、抜ける、シュートが左へ逸れた。決定機でした、平戸大輝。まあ、あの抜けた時にシュートの時にブロダス触ってます。で中村拓海が奪った。中村拓海右広げてサウロミネイロ、パワーも突破力もある。山下スルー、もう一回山下、血を込めた、サウロミネイロ、キーパーヘッド、押し込まクリア枠内。クレーベが競り合おうとしていますが、ここでタイムアップの笛です。後半かなりハイテンションな試合に町田が持ち込んで熱戦になりました。